とわさとびめ神社は、木の国名草郡の式内社。延長5年成立の演技式新名帳で、木の国名草郡に、とわさとびめ神社名神大月寺にいなめと記載された、式内社で、和歌山県和歌山市内の次の三社が否定の、論者とされている。とわさつびめ神社旧尊者、宮古浅宮美神社、高津森神社式内社、高籍彦神社、高積美名神社の論者でもある。 旧尊者、皇石神社を参照。伊達祖三神の略系図社名に見えるように津松姫を祭神に祀る神社とされる。津松姫について、日本書紀では一書として、スサノオソンの娘神であると記載されている。また、津松姫の兄神には、伊達玄命、姉神に、王屋宮美命があり、両神はそれぞれ伊達祖神社、王屋宮美神社に祀られている。 これら三神は、木の国に騎手をもたらした神であるといい、キーでは、伊キ祖三神と総称されている。外資料の所見は、俗に本記、大宝二年の記事で、伊達祖、大矢飛び目、戸浅と姫三者を、文移したという記事である。新昇格直不詳大道元年帳では、木の国の戸浅頭姫神に対して十三個が救されている。関連して、上平年間頃の、 和名類受賞では、木の国なぐさ軍に、つわさ号が見えるが、これは、つわさ、神戸を意味するとされる。神海としては、上岸元年に抱きそがみ、大屋と姫神と共に、神妻と美女神として、十四位下に上った。延長五年成立の、演技式神明庁では、木の国なぐさ軍に、とわさと美女神社名神大月寺にい目として、名神大社に列すると共に、月次祭、 新目祭りで平白に預かった旨が記載されている。木の国新名町では、天神として、十四位上、妻と姫大臣と記載されており、小一くらいに上った枝木祖大臣とは、深海が開いた。なお、同町では関連して、十四位下妻と姫大臣の記載も見える。以降の歴史は明らかでなく、上記の神社がいずれに当たるかは、諸説がある。深海式内舎。 とわさとびめ神社の否定は、現在も定かでない。古くは、紀の国名所税や、南紀神社六では、三島のとわさつびめ神社に否定する。また、貴族風土記では、南紀神社六島で言われる、三島のとわさつびめ神社とは、本来、吉礼津姫命を祀るとしている。吉礼津姫命は、紀の国神明町に、十五位した吉礼津姫神として見える。加えて、 続風土器では、とわさとびめ神社として、平尾の妻大民神社をあてる説をあげる。これらの説の一方、日の熊神宮、国に神宮と和佐さとの間で起こった水論での、影響五年のゴン上では、皇籍神社が古くは日前宮の地にあったといい、後に鎮座地を移って三島、後和佐山へと先座したとするつてを載せている。このつてには、 俗日本記、大宝二年の記事とも一致が見られることから、俗風土記では鉱石神社が、とあさとびめ神社である、可能性が高いとしている。とあさつびめ神社は、和歌山県和歌山市吉霊にある神社。式内社論者で、旧社格は孫社。主催人配信、木の国名草郡の名神、大こそ、とあさとびめ神社の論者。木の国名所税や、 南紀神社録ではこれを当社に否定する。一方、俗風土器ではこれを否定し、当社は紀の国神明町に見える十五位下吉礼津姫神,神を祀る神社であるとし、戸浅と姫神を皇石神社に否定する。神社名祭町によれば、当社は江戸時代に式内社、戸浅津姫神社として放祭されたが、明治に入り、吉礼津姫神社に改称した。明治六年に、 旧社格において尊社に列した。その後、昭和21年に、旧省の、とあさつ美名神社に復讐現在に至っている。宮古浅宮美神社は、和歌山県和歌山市平尾にある神社、式内社論社熊野古道の平尾王子社後に接する、紀の国名草郡の名神、大こそ、とあさと美名神社の論社俗風土器では当社をこれに否定する説を挙げ、加えて、 木の国新名町の14位下妻飛び目大臣に否定する説を挙げる。社名は、俗風土器では、妻大民神社、木の国名所杖では、妻御前社とある。俗風土器によれば、かつて境内は二丁半あり社殿も総厳であったと、いうが、天正の平乱で後輩、豊臣秀長の最高もあったが衰微したという。現在は六段余りの境内に少子が鎮座する。 境内には、原文5年の石灯籠を2期が立つ。なお、官営期によれば、かつて正月昨日、10月初日,日、11月初日日には、伊田基神社の社人が、当社に出資したという、注釈原点、記載事項の一時資料を紹介。出展。ありがとうございます。